腹筋と背筋のアンバランスが反り腰につながるわけじゃないんです。実はあまり語られていないある筋肉の柔軟性が低下することで反り腰になる可能性がめちゃめちゃ高いんです。皆さんこんにちは、猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。今まではですね、骨盤が後ろに倒れることによって背中が丸まって猫背になりますよ、そんな話をですねずっとしてきたんですけれども、猫背の中にはですねちょっと特殊なやつがいるんです。それはですね、反り腰と猫背が合体している反り腰猫背っていうのがいるんですね。猫背専門チャンネルの中でこの反り腰猫背を省いて情報を提供していくっていうわけにはいかないので、今日はこの反り腰猫背の中でも特に反り腰の要素をですねしっかりと伝えていこうと思います。世間で言われている反り腰の要素っていうのが3つあるんですね。1つ目が腹筋と背筋のアンバランス、そして2つ目がお腹ぽっこりの肥満ちゃんですね、そして3つ目が女性に多いハイヒールですね。この3つを今日は徹底解説していきます。まず1つ目の腹筋背筋のアンバランスですね。これはですね、腹筋が弱くなって背筋が強く働くと反り腰になりますよというふうに言われています。腹筋の働きは骨盤を後傾、そして背中を丸めていくような働きがあります。逆に背筋というのは骨盤を起こして背筋を伸ばしていく方向に作用する。なのでこの腹筋が弱くなって背筋が強くなると反り腰になるというふうに言われているんですけれども、実はですねこの可能性というのは僕の中で極めて低いなというふうに思っています。腹筋が弱くなって背筋が強くなることで反り腰になるのではなくて、反り腰の環境に置かれることによって腹筋はあんまり機能しない、いわゆるあんまり筋活動のない状態、そして逆に背筋にはものすごくストレスのかかってものすごく筋活動が多くなる姿勢、これがですねどんどんアンバランスを生んでいく、そういうふうに考えるのが実はごく自然なんですね。ではですね、なぜ反り腰になるのか、これで重要なのが先ほど挙げた残りの2つになるんですね。その2つ目がお腹ぽっこり型のぽっちゃりさん、ちょっとよくわかんないな、肥満傾向でお腹がぽっこり出ている状態、この方がしっくりきますね。肥満傾向でお腹がぽっこり出ているような状態、じゃあ実際にちょっと今日お腹ぽっこりをこのボールで表現します。お腹がぽっこり出るとこの腰骨腰椎の前にこのように重さが出ますね。質量がここに来るので自然とここに重心がかかるので重心が前に方向に行きますね。それによって前に倒れないように背筋の活動が高まることによって腰が反って反り腰姿勢になります。そして女性に多いハイヒールを履いた時の姿勢ですね。基本的には立っている時、まっすぐ立った時というのはここの外くるぶしのとこあたりに重心線が落ちるというふうに言われています。しかしですね、ハイヒールを履くとどうなるかというと、重心の位置が後ろだったのがちょっとこう前方向に体重がかかるようになるんですね。これはお腹ぽっこりと同様で重心が前に行ったのをバランスを取ろうとするために腰で少し反ることによってしっかりと重心の位置を保とうとする働きがあります。なのでハイヒールを履くと自然とちょっと腰が反りやすいような状態になる傾向があります。中にはですね、せっかくハイヒールを履いているのにもかかわらず骨盤がデロンと後ろに倒れ、こういう姿勢で歩いている方も中に見かけますね。以上ですね、世間で言われている反り腰の要素を3つ解説をさせていただいたんですけれども、実はあまり語られていないめちゃめちゃ大事な筋肉っていうのがあるんです。それはですね、腸腰筋という筋肉なんです。腸腰筋というのはですね、腸骨筋と大腰筋の2つから構成されている股関節を曲げる、股関節を曲げるのに働く筋肉になります。1つ目の腸骨筋というのはこの腸骨、この骨盤の上側にある腸骨の前面腸骨下というところから大腿骨、太ももの骨のこの内側にある出っ張りですね、ここについているというふうに言われています。そしてもう一つが大腰筋ですね。これは腰骨の横っちょに出ている突起、腰椎横突起というんですけれども、そこから同様に大腿骨の小天使というここにつきます。
なのでこれがギュッと縮まることによって股関節がこうやって曲がっていく状態になります。実はこの腸腰筋、股関節を曲げる筋肉になるので、この筋肉が柔軟性低下だったり短縮を引き起こすことが、股関節が伸ばしにくい状態というのが起きるんですね。では一回立った状態でどういう状況かっていうのを皆さんと一緒に確認していこうと思います。股関節が曲がる、これが腸腰筋の働きで、股関節が伸ばしきれないということは足が浮いているのかと言われるとそうではないですね。足はつきますよね。ただ股関節がぐっと伸びきらないということは、骨盤が前傾して体幹は前屈していくような姿勢になります。ただこのままねこうやって歩いてる人いないじゃないですか。なのでどうするかというと、腰の部分で反り上げるんですね。これによって反り腰が完成します。もしくはこのように少しこの骨盤、お腹を前にこういう風に出して、このような姿勢を取られる方も中にはいらっしゃいますね。こうやって歩いてる方ね、たまに見かけますよね。なのでこの腸腰筋に対してアプローチをかけていくことというのが、反り腰の改善だったり反り腰猫背を改善していく中ではすごく重要な要素になります。この腸腰筋はですね、座っている時間が長ければ長いほど股関節がいわゆる曲がったポジションですね、この曲がったポジションに強いられているので柔軟性が低下していきやすいというふうに言われています。日本人はですね、座っている時間が長いので、この腸腰筋が短縮だったり柔軟性が低下している方っていうのが実はめちゃめちゃ多くてですね、ここがいろんな体の不調の原因になっている筋肉の一つでもあります。次回の動画ではこの腸腰筋の柔軟性を高めて、かつ使える状態にしていく、そんなセルフケアの方法をお伝えします。ぜひ次回の動画も楽しみにしていただければと思います。この動画が参考になったよという方はですね、ぜひ高評価ボタンを押していただけると励みになります。そして引き続き猫背に特化した健康情報を配信していきますので、お見逃しのないようにチャンネル登録をしていただければと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。